はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クストレッキー製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんヒロイックチャンピオンロンゴミアントご存知でしょうか。まあご存知の方が多いかなと思うんですが、このクソモンスターね遊戯王史上最強のクソモンスターと言われているんですが、まあこのモンスターね、あのゴシップシャドウが禁止になっちゃって、これね、ああもうあれか、もう出てこないんだよ禁止の、あれにしないと。これゴシップシャドウね、これが禁止になっちゃって、まあ出しにくくなったって言われてるんですよ、これロンゴミアント。で、今日はね、このロンゴミアントくんをですね、まあ大活躍させるべく、非常に簡単な方法を皆さんにもご紹介していきたいというふうに思っております。これね、いつだったかな、3戦目なんかどっかの動画の、ちょっとどこの動画か覚えてないけど、3戦目でこのギミック僕お見舞いしたことありまして、これね、どういうギミック今回採用してるかというと、ロンゴミアントの効果コピーするっていうギミックがね、あの遊戯王には存在していまして、まあ、それがですね、これね、希望王バリアンっていうモンスター、これカオスエクシーズモンスターですね。これは、自分のフィールド上のカオスナンバーズ、オーバーハンドルとカオスナンバーズの上に重ねることができて、まだ、だから出し方は結構簡単で、その、バリアンズフォースで、なんか適当なカオスナンバーズ、なんか101から107のやつ出して、で、そいつの上に重ねればいいんだから結構出しやすいんですよ。で、このカード、どういう効果を持ってるかっていうと、自分のもちろんナンバーズモンスター対象に、そいつを、の効果コピーするっていうカード名と。これがね、ガチで強くて、何でもコピーできるんだけど、このロンゴミアントを墓地に落としておけば、ロンゴミアントの効果コピーできるんですね、これ。希望バリアンで。で、ロンゴミアントの効果は一応説明するしますが、説明するのもなんかはばかれるレベルのなんかゴミモンスターだけど、一つ以上、アスワインの数によってね、効果あって、一つ以上、このカードは戦闘で明かされない。二つ以上、攻守が1500アップ。三つ以上、他のカードはこの効果受けない。四つ以上、相手やモンスターは召喚特殊ができない。五つ以上、一旦に一度相手のフィールドのカードを全部パスする。まあ、要するに、まあ、遊戯王を拒否しているという。はい。まあ、怪獣も出せないし、ラータマも出せないし、なんだ、例えば、その、何かしらの一滴とかの効果でも無効にできないし、みたいな。もうとにかくね、遊戯王を拒否するモンスターなんですよ。このロンゴミアントとかいうヤバすぎるモンスターの効果をこのバリアンでコピーしていくことがとても簡単にできまして、それがこの今回の、採用しているオノマトギミックですね。オノマトはまあ、ランクアップマジックを結構サーチできたりとか、まあ、それからその、エクストラデッキからエクシズモンスターの素材をなんかその供給できたりとか、まあ、いろいろギミックがありまして、これ今回ね、手札3枚から一応いけるんですが、まあ、3枚って多いかなと思いきやね、意外とねサーチがあるんで結構いけるんですよ。でその3枚何かっていうと、オノマトピアとズババ番長と、ドロドドワーフっていう、この3種類、この3種類を、オノマトピックかまたは、オノマトペアを、使って集めて、でこの3枚から動かしていくっていう、まあ、ちょっと動かし方はね、あの動画を見ていただければ分かるんでと思うんですけども、まあ、基本的にはその動きするんですが、バリアンの動きするんですが、もちろんバリアンができないっていう時のために、まあ、レベル4に対して適当に並べて、ダブルから、まあ、ライオホープレイできるようにもなってますし、それからまあ普通にその、ユートピアフォースで、ホープドラグナーを出せるようにもなってますんで、まあ、この3枚が揃わなかったとしても なんだかんだなんかなんとなるっていう、まあ、感じのねデッキとなっております。はい、今日はねこの、希望をバリアンで俺はロンゴミアントっていう、まあ言い張って、はい、相手を絶望の淵に叩き落としていきたいというふうに思っておりますので、続けていきましょう。デュエルスタンバイ。あーなるほど、これはオノマトペアが通るかどうか問題はありますね。とりあえずオノマトペアを発動、ペアでペア切っていいですね、これでもういらないですから。ではこれウララって言われると非常に厳しいですウララって言われて非常に厳しい。あ、大丈夫そうですね。これね、このカードね、ウララめっちゃ踏むから、まあ、そこだけだよね弱いのは。うん、でオノマトピア召喚で、あー、なんもなさそうですね。これなんもないとなるとね、あの世界が終わるんですよね。でとりあえずズババ番長からのドロッドワークを特殊召喚していく。で、まあ、意外とね展開そんなに難しくないんで、ちょっと見ていただければと思うんですけども、まあ、とりあえずこのズババ番長ガガーコートを残しながら、ゼラサーバスホープステージ出して、でホープステージ効果、デッキからゼラサーバスを特殊召喚、またはゼラルウェポンかを特殊召喚できるっていう効果で、これで、デッキから、アセノセージを持ってくる。でズババ番長ガガーコート効果発動して、このままプレート。これね、
あのなんかエクシーズワンジャンドとか言われてますけど、あのジャンドの比じゃないぐらい簡単ですよ、言うて回し方は、うん、そんなに難しくない、決まってると結構あるし、ね、で、オノマトピアとズババ番長ガガコートのドロードワークで、ダランベルシアンを持ってきて、でダランベルシアン効果オーバーリミットを3つ使うとデッキからレベル4モンスター1体を手札に加えることができるんで、これで、アストラルホープを持ってくる。でアストラルホープの効果で、まあ、ハイパーランクアップマジックは一応取っとくか、ですね、まあ、とりあえず未来利用だけ先に出しちゃって、はい、ほいで未来王ホープ一体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシェンス召喚現れよ、フューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープ、こいつは戦闘効果で破壊されず相手のモンスターの効果を一回無効にしてパクる効果を持っているぜ。そしてアストラルホープはエクシーズモンスターがいると特殊召喚ができる。そしてアストラルホープの効果を発動、このカードの効果により、手札を1枚墓地に送り、デッキから、オノマトまたはなんかゼアル系のカードを持ってくることができる。これでゼアルフィールドを手に加える。そしてゼアルフィールドを発動召喚、そして、レベル4のモンスターに対してオーバーリーエクシーズ召喚現れよ、希望ホップダブル。そして、ゼアルフィールドの効果とホープダブルの効果、ホープダブルっていうか、まあ、ゼアルサーバスの効果を発動していきましょう。ゼアルサーバスの効果によってランクアップマジック持ってくるという効果と、ゼアルフィールドの効果によって、エクシーズモンスターの下に、エクシーズモンスターを重ねるという効果。これでね、あの伝説のゴミモンスターですね、伝説のゴミモンスターを素材に入れまして、でバリアンズフォースを持ってくる。これちなみにあのユートピアフォースにするとあれができる、ホープドラゴンができます、はい。で、ダブルアップチャンス手札に加えながら、希望ホープを重ねてエクシーズ召喚していく。あ、これ、何してるかっていうと素材増やします。素材を単純に増やしている。で今これは3素材でしょ。で、希望ホープの上に重ねてオーバーレンタル再構築して希望ホープ1を出していく。これで4素材で、バリアンズフォース打って5素材で、ガチめのダリアネン出していく。バーニングナックラを出して、これ別にカオスナンバーズの101から107でやれば何でもいいんですけどね。混沌の具現たる軍神よ、切なる望みを我が元へ集え、七川の力希望バリアン。バリアンの効果、ロンゴミアントの効果コピー、俺はロンゴミ俺の名前はロンゴミアント。これによって相手は、モンスターを召喚特殊召喚できず、バリアンは何の効果も受けず、そして7500という打点、やばすぎ、あまりにもやばい。そしてバリアンのこのロンゴミアントは本当は素材を相手のエンドフェーズになんかそう取らないといけないっていう効果あるんだけども、バリアンがエンドフェーズまで効果コピーするっていう、まあ、効果になってました。相手のエンドフェーズまで、なのでなんとね、素材をね取り除かなくていいっていうね、もうなんならなんかロンゴミより強いんじゃねえか疑惑もまである、もはや考えようによってはそういった効果となってます。はい、何もできませんはい、相手何もできませんと言ったところ、はい、増殖指示来た。でバリアンの効果使って、でもう一回俺ロンゴミアントって言い張って、俺ロンゴミアントなんでってやって、で相手のカードを全部パしていくとあ、デスサイズさん何やるじゃん。ちょっと一回希望を託すデスサイズは無効にしていくか。あ、これ特殊ができないから別に無効にしなくてよかったですね。はい、でデスサイズとかいうモンスターは一応出てこれない。はい、であとは3000と7500で殴って勝ちというね。はい、これが現代遊戯王。クソゲー。あー、アストラルホープくんが来ている。なるほど、アストラルホープくんがね初手に来てると、一応いけます、まあ、いつもの3枚コンボじゃないパターンちょっと見せるか、まあ、通るかかんないけど増援発動で、ここで、ゼアルサーバス持ってきてたんですね。でゼアルサーバスはフィールド上になんかカードがないと特殊ができるっていう効果あるんでね、これでゼアルサーバスを出していく。ほい、なんもないな。これで、アストラルホープ召喚でアストラルホープ効果、ドワーフ切ってデッキからゼアルフィールド持ってくる。はい、これな、俺の名前はロンゴミアトっていうね、伝説のモンスター出していけばいいのでマジで正真正銘のゴミなんだよな、やってること。でですね、
これで、ホープダブルを出していきましょう。はいはい。でゼアルサーバスの効果とゼアルフィールドの効果をチェンジ発動して、ゼアルサーバスは、ランクアップマジックを持ってくるっていう効果と、それから、ゼアルフィールドはエクサデッキからエクシズモンスターの下にエクシズモンスターを重ねるっていう効果がありまして、正真正銘のゴミを、素材にしてこれなんかあれだよね、なんか普通にさ、なんかそれなんだろう、ある程度さ、もうロングメント出すときに結構ソリティアが必要になってくるんだけども、普通だったらなんかそのホープだとさ、なんか結構簡単なんだよね割と。しかもなんか最悪ロンゴミ、偽ロンゴミができなくてもさ、ホープで戦うことはできるんですよこのデッキ。なんか現実的ですごい強いと思うわこのデッキで。希望をホープをダッシュ、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、エクシェンズ召喚、希望をホープ1で、下敷きになってるだけなんで、召喚工場はドヤ顔で言いましたが、下敷きにするだけ、これは下敷きにするだけで、バリアンスフォースからの返すとバチコで出していく。混沌の具現たる軍神よ、切なる望みを我が元へ集え、七顔の力カースエクシーズ、希望はバリアン。うわー我が名はバリアンと言ったな、あれは嘘だ、我が名はヒロイクチャンピオンロングオミアント。我が名はロンゴミアント。さあかかってくるがいい、残念ながら君はこのモンスターを処理することはできないと言っておこう。まあ、ちなみにモンスター召喚特殊ができないんでね、これね、あの怪獣とか出せませんし、で効果受けないからまず金敵とか打てませんし、こいつ処理するのマジであのプレイヤーにシール効果しかないと思うわ。あのなんか深淵の宣告者とかね、あっち系のあの痛み分けとか、ああいうカードしかこのカードを処理することはできないと言っておこう。なるほど、いいだろう。まあイベルツイン出せるもの出してみな、モンスターを召喚できるもんならしてみな、セットいいだろう、セットセットいいだろう。はあ、まあ何も出せないんだな。一応セットはできますよね。まあちなみにここ弱点はこのメインフェーズまでのこのバリアンの効果をもう一回発動して俺ロンゴミっていうまでが弱点、ここを通っちゃったらもう大丈夫。あー OK、 完璧。はい、なのでヒロイクチャンピオンロンゴミアントと言っているこの偽ロンゴミの効果発動。さあ相手のフィールドのカードを全て剥がしていく、コズミックサイクロン。お前ライフ減らしていいのか、死ぬぞそれ。7000なんて殴られて死ぬけど、あなた大丈夫。まあコズミックサイクロンは別にいいけどさ、サイクロン、コズミックサイクロン、なるほど、サイクロン系めっちゃ入ってるやつね。オッケー、まあ全く問題ないから、これそれコズミックサイクロン打ったから死ぬのではあなた。行くぞ、さあバトルフェーズだ。うおー、一応バリアンの攻撃まで行ってやるか。行け、ランドチャリオッツスラッシュ。うおこれゲームとして成立してる？うらら来すぎでしょ、うらら来すぎだろお前、やる気出しすぎなんだよお前。でも一応ピックとペアあるから、なんかワンチャン両方とも通ればまあワンがありますね。これピック、いやでもな、分かれてるとここピック発動はなんかスルーして、あのペアにうらら打ってくるんですよね。分かり手は大体ここでうらら打っあのをあのあでもうららなそう、オノマトピア、あれこれ通ります、これペア、これね、このカードね認知かなっちゃうんですけど、うららって言われたらマジで地獄みたいなこと聞くんですよねこれね。大丈夫ですねこれね、通りますねこれ、通りますね。まあじゃああるとしたらあと無限保養ぐらいか、無限保養エフトビエラぐらい、まあその辺もケアできないんでちょっとあれですけども、まあオノマトピア召喚して、オノマトピア効果発動していく。なんもねえじゃん、甘えか、なんもないのは草。まあさすがにじゃあ分からせに行くか。まあ我が名はバリアンって言いながら、ロンゴミって言って、なんか地獄みたいなことするモンスター出しますね。混沌の具現たる軍神よ、切なる望みを我が元へ集え、七個の力カオスエクシーズ、希望をバリアン効果発動。希望をバリアンと言ったな、あれは嘘だ、俺の名前はロンゴミアント。
俺の名前はヒロイックチャンピオンロングオミアント。さあてめえはモンスターを召喚特殊召喚できず、そして、このモンスターは何の効果も受けない。残念ながらそのドローソースをハルラで止めさせてもらうよ。残念だったな、ウララちゃんがやる気出しすぎて3枚来てるんだ。こっちはおらサレンダーでもしたらどうだ。これがクソゲーってやつだよ。ゲームとして成立してねえって言われてるからな、これこのゲームが。あ、なんかこれで世界大会とかやろうとしてるコナミ正気かって思ってる俺は。仮になんかバリアンでドヤーって言ってきたらどうするんだろうな、あい、なんか世界大会で。なんかそれは果たしてなんか本当に全国放送していいものかどうか怪しいかな。さあヒロイックチャンピオンロンゴミアントと言うぞ。俺の名はロンゴミアント。こうさせる魂ダニー。あ、やばいこれ。あ、え、あ、やばいやつ来た、やばいやつ来た、やばい、待って、え、これ将来弾やばくね、これもしかしてさ、これ俺モンスター展開できないのではあれこれ僕モンスター展開できない説、これはやばいぞ。オノマトペや召喚、うわオノマトペや、やはり偽物だ、ダメだった、偽物では本物には勝てない。これはヒロイックチャンピオンロンゴミアンと正規召喚するしかねえ。